東京に来て1年で偉いことじゃないの。結婚もして大阪に不透明な職じゃないか。そう、俺はいいでしょ。奥さんいるしね、すごいってなる。10年後何してたんですか。ボケる方の声わ、じいちゃんがめっちゃ走ってんの、すごいよ。じゃあ一生現役宣言。いやいやいや、そうや、一生現役宣言。おばんざーい。おばんざーい。さあ、続いて、ミセムの3人とちょっとお話をしたいと思います。敬語は今、入院中です。入院中あれ何戦やったっけ。コートコート戦か。全員がバンさんが全員があの川崎に集まった。ああ、そうや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 。みんなにさ、過去どんな風にこう来たのみたいな話を聞いてたの。ああ、はい、個人個人でやりました。個人個人で、はい、あれは結構俺知らんかったこと、あったからさ、なんかすげえ面白かったな。もう1年でも東京来て1年で偉いことじゃないの。いや、怒涛の1年たちでしたね。の、はい、変化めちゃくちゃ、はい、結婚もして。そうっすね。まあだからこの東京に来たっていうのも結婚っていうその一つの、うん、あれやったかもしれません。もともとずっと広島におったらもしかしたらしてないかもしれないですし、きっかけ、きっかけ、一つのきっかけが東京に一緒に来たっていうのもあります。でもさ、その結婚するとかってさ、結構決断的には、いや俺も独身やからさ結構決断的にはすごいんじゃないの。すごいっすね。そうっすね。まあそうっすね。まあ、そうっすね。言ってしまえばちょっとこの先不透明な職じゃないか。そう。だからまあこの先のことは常にみんな考えてはいるけど、確定はされてないんで。まあまあ俺はいいとしても奥さんいるしね。すごいってなるよね。どっちかって言ったらどうなるか分からへん僕を受け入れてる側なんで。どっちかって言ったら。奥さんなんか仕事してる。奥さん仕事します。そうやな。はい。看護師だよ。看護師です。いや覚えてますね。じゃあ不透明、この先不透明みたいなのはあんま気にせえへん。まあそう、まあどうだろうな。難しいっすよね。 YouTube って媒体がまずいつまであるかっていうのが分からないし、まあ、やれるとこまで YouTube でやってきたなっていうのはやっぱり。チャーハンどうしようよ。食べながら行きましょう。何万人行きたいとかある。そうね、何万人行きたいとか。こっからないよ。何万人行きたいって。何万人行きたいか。その辺とかさ、みんなで話したりすんの。いや、全く。そのチャンネル登録に関しては、マジで話し、ほんまに話したいですよ。あ、でもこの前話したのは、やっぱショート動画あるじゃないですか。あれは伸びる、登録者が増えるねっていう話をした。チャンネル登録っていうより、やっぱ再生数は落としたくない。再生数自体を、見られるコンテンツで。そう、やっぱり見られるコンテンツではありたい。最初はもう言ったらゼロからです。うん、僕はね、今ここに来るまで想像できたんですよ。なるとは思ってなかったね。まあ、俺らの場合はまずそもそも前例がないわけじゃないですか。うん、こういう人がいて、言ったら俺らみたいな人がいなかったわけなんで、うん、想像もできなかった。で今逆に。サッカー YouTuber を始めた人であれば、那須さんみたいになりたい、出方さんみたいになりたい人多分いるかもしれないですけど、俺らがやった時ってそれがなかったんです。那須さんもまあちょっと始めたばっかり、マキヒカはちょっとまあやってたんですけど、ちょっとジャンルが俺らと違ったし、いや、みんなやつもなかったし、将来の夢って夢か。ガチな将来。みんな本当になかなかない気がする。話すんすか、そういうの。話さんっていうか、ないからな。なんか今頑張って、俺は今頑張っとけばいろんなのが広がって、今広がってるのを感じるから、うん、まあそういう広がったことをまた頑張っていきたいっていう感じではあります。うん、なんだろうな。ビル食べる。あ、でもそれは言ってたっすね。ビル？なんかそれこそ本当最初に俺らが始めた頃、僕らの先輩の人がいたんですよ。うん、3つ、うん、その人がビル建ててこ、ビル建てるみたいな話してて、うん、で俺ら3人その話を聞いて、うん、その時数百人ですよ多分、うん、ビルいいなみたいなよし俺らもビル建てようみたいな、あの明確じゃない目標を立てたっす。あー、ええやええやええや。ただそのこれマジでないで俺。まあもう目の前にあるの必死やな。じゃあプロ目指してる
った時は夢だったじゃないですか、多分それの降りちゃった時に次の目標を立てるみたいなことができたんです。すんなり目の前のことをやっぱ頑張るってことが一番、それが YouTube だったかな。 YouTube ってことに出会えた、まあ、生半可な気持ちで YouTube をやったわけでもなかった、全てゼロで全部捨てて行ったから、バイトしてたから今までバイトしてたんで、うんうんうん、バイトを辞めた時は嬉しかったですね、うん、その YouTube で生きていけるっていう、なんか一歩ずつ段階踏んで階段を登ってるっていう感じはしたっすね。うん、はい。お、いや、お前らちょっとお返せ、全員病院やん。お前らもな、やっぱもう40超えたらな、やっぱりそのもうそんな増えへんようになるから。あ、でもこれ、今どうですか？これ43、今年44。10年後、何してたいですか？40か。ちょうど、バンさんと同じ年ぐらい。40って言っても、俺よりまだ下としたからな。40、動ける体では。うん、あ、じゃあちょうどその話してましたね、うん、あのオーバー40みたいな試合とかに出てなるほど、なんかやっていいです。あるもんね、オーバー80とかもあるやろ。あるさ、あるさ、なあ、映像見たらおじいちゃんがめっちゃ走ってんの、すごいよ。いやだからさ、このオーバー80とかな、もう何十万とか再生してんねん、JWA の YouTube の。あ、そうやってるっすね。だからやってるっすね。じゃあリゼントがもうだから80、70とか60、70、80になってもやっぱ やるみたいな。それはちょっとなんかやってほしいけどな。じゃあ一生現役宣言。いやいやいや、そうや、一生現役宣言やん。でもほんまそうやな、ね、やってみたくない？行けるとこまで行く。いや、行けるとこまで行く。何歳って決めずに、うん、なんか40歳とかでオーバーやれるとこまで無双とかしてみたいよ。で、やりながらピッチで一人一人死んでいくみたいな。夢が最後はピッチの上に死んでる。そう、もうリズム最後も一人一人になってもうて。またいろいろちょっとあっちゃこっちゃ行きましたけど、ロボ万歳としては、まあ、リズムさんが生涯現役やと。はい、うん、そうですね。10年後ももちろんね、サッカーしながら YouTube を撮ってるし、オーバー40の話、オーバー40の試合とか流したやつ。ああ、そうや、いやそうや、いやオーバー40って結構いろんなね人たちまだやってるでしょ。結構そうっすね、結構情熱なんてみんなやってるよね、まあ、40はまだ情熱ない。それが50、60、70、80になっても、はい、80生きてるかな。やるやる、やれるとこまでやる。俺らもあんまやりたくないから。万歳。